年のの日本の文芸雑誌昭和10年に北園勝江が主催した VOU クラブを源流とし、藤富康男、奥成徹、山口健次郎が中心になって発刊した。平成29年4月時点で通刊110号を発行している。昭和53年に北園勝江が死去し、VOU クラブは解散、帰還し、VOU は 通貫160号を持って収監した。前年の1977年に、VOU クラブ員になったばかりの奥成徹は、北園勝江と信仰が扱った、藤富康男と共に、船木人高橋翔八郎、伊藤伊佐などの元 VOU クラブ員の有志を取りまとめ、1979年のエイプリルフールに、軍を創刊した。 氏名については、ギターのグイと発音すると説明されていることから、ギ、また会話の中では、ギーなどと呼ばれている。当初からグイは主催者を置かず、事務局と呼ばれるポストに割り当てられたメンバーが、会計事務から、紙面制作まで全てを運営する。参加者に編集者や文筆家が多く、また、日本のジャズ界に影響を持つなど、紙面は奥成トールのサブカルチャー的。 1970年代的なこういうお色濃く反映している。このグイに集った仲間は今どこかの市場で活躍している小説家、ビジュアルポイト、デザイナー、詩人、イラストレーター、写真家、漫画家といった連中である。自分を立するためには同人雑誌がベストだと信じて集ったのがこのグイである。そのため、ここは孤立無縁、既然たる、エゴの羽を伸ばすのには 絶好の競技場である。集団で、モノモース組織とは違うという表明の通りメンバーは独立性が高く、一般の同人組織のような作品評価の機会を持たない。ただし不要有の習慣を踏襲して、定期的に例会が開かれている。詩詞として分類されることが多いものの掲載作品は、地下にとどまらず小説、エッセイ、日記まで多岐にわたり、 また写真や絵画作品の比重も高く、メンバーは、いわゆる、歌の外に立つ、新愛好者であると解説されている。ありがとうございます。